はい、どうも、やすおです。YUN やっていきましょう。今回は、デブストリーム124回目の内容についてですね。で、多くが、なんか見た目関係の情報ばかりでしたね。内容っていうよりかは、見た目関係みたいな感じの情報ばかりでしたね。まずはじめにナイトウェーブ関係のお話からですね。ナイトウェーブの期間が約10週間とのことですね。で、この10週間の間に1回今の話の続きの話がまた展開されるみたいで、多分これ3月30日以降に展開されるんじゃないのかなって思っております。 PS4 の方だったらイベント関係で、そのシステムであるんですよ、 PS4 のなんかイベントの方見たら3月30日までって書かれているので、多分その後かなというところで、で次なんですけれども、ウルフ関係ですね。まあこれが本当に出てこないというところで、どうやらですね、これ日が経つごとなのか、それともランクが上がるごとなのか、ちょっとまだなんかニュアンス的にちょっと分かりづらかったんですが、どうやらどんどんイベントが進行するにつれてそちらが出てきやすくなると。なので今は焦らずにとりあえず進行されるのを待ちましょうと答えてますね。あとはプレステージ関係のお話ですね。ランク30になることによってプレステージに移行するみたいなんですが、これなんか特別なミッションを受けられるっぽいニュアンスではないですね。なんか本当にランク30になった後もランクを上げるのか、もしくはまた1に戻るのか、ちょっとわかんないんですけれども、こちらランクを1上げるごとに今回の新しい通貨のウルフクレドに置き換わるみたいな話してましたね。あとはアンブラフォーマとか、あと今回で追加されていくアーマーとかシャンダナとかはまた戻ってくるみたいですね。まだあってフレンドソーティーとかクランソーティーとかは特に変更する予定はないみたいですね。あとアヤタンはなんか調整するのかな。で次、ニュクスのデラックスキンですね。天の根で初めて公開されたデラックスキンなんですが、 3D のモデリングが完成したのかな。で天の根の時よりかはなんか後頭部とかも若干変わってますし、お尻の部分の装飾品も若干見た目変わっておりますね。あとはね、アビリティの画面が若干変わるみたいですね。次の PC のアップデートでこれが含まれるっぽくて、このようにですね、このアビリティの内容がなんかちょっと変わるみたいなところで、こういう風にね、なんかアニメーションも追加されて分かりやすくしたぜみたいな感じなんですけれども、これちょっと使いづらいんじゃないのかなって思っておりますね。背景のこういうモーションとかすごくいいんですけれども、ちょっと分かりづらいよね。次がね、天の根のデジタルパックに含まれている天の根エモートですね。こちら、まあ、グリフみたいなものを若干展開するエモートなんですが、これリレーとかでも使えるのかな。これで溢れかえるんじゃないのかな、当日バロ吉のところ。もしかしたらその予感がするんですが、まだ他にもありまして、天の根のアーマーですね。見た目がこんな感じになっておりますね。肩の部分がすごい突出してますね。足のパーツは使いやすそうなんですが、胸のパーツもなかなかいいですね。肩の部分どうしてこうなったんですかね。まあ、今回の目玉はアーマーっていうより本当にエモートな気がするので、はい、まあいいんじゃないですかね。あと一応こんな感じで、ザリアフレームのヘルメットがツインテールですね。はい、まあこれもなんか近々来るみたいなので PC 版の方で。あとはウィスプの専用のモーションが完成したみたいですね。こんな感じでケツフリフリしながら、ケツフリフリしながら進むのか、はあ、まあこんな感じで、完成いたしましたねというところで、背景の方なんですけれども、これ草原ですね。こちら草原の見た目もね、大きく変える予定みたいですね。約3週間後にこちらのアップデートが入るみたいですね。多分無理なんじゃないのかなと思っております。おっと、ウィスプジャンプしたらなんか透明化してましたね。今何なんですかね。これパッシブに関係してくるのかな。こんな感じでね、かなり綺麗ですよね。草原の草もかなり綺麗ですし、木もかなり出来上がっておりますよね。
あとは天気がなんか曇りみたいなのも追加する予定ですし、新しい敵の方も追加するみたいですね。あと新しい報酬も追加するみたいですね。で、丸太もいくつか設置してスケボーをより楽しくできるようにするみたいな話も出ておりますね。まあ実際に追加されてるっぽいんですけれども、でね、今ねリンボを操作してるところなんですが、フォーチュナーと同じように外からでも依頼を受けられるようにするみたいですね。こちら、はい、なんかキャンプの中に設置するみたいですね。あとはライトカラーを2カラーに設定できるみたいですね。今ネジャのデラックス金の背中映ってると思うんですが、かなり綺麗ですよね。これがね今回の目玉情報なんじゃないんでしょうか。新しいモッドについてですね、名前なんですがアマルガムモッド、ちょっと発音しづらいんですが、まあ新しいモッドが追加されますよということで、これどういった内容なのかっていうと、まあ今まで強いモッドたちあるじゃないですか。例えばこちらの画像だったらライフルのねセレーションみたいな感じの効果じゃないですか。ただし複合されて基礎ダメージが下げられた代わりにエクシラスみたいな効果を付随してますよっていうモッドたちですね。ピストルとメレーは結構なんか使いやすそうですよね。ドッジスピード上がるのはかなり嬉しいですし、ショットガンはちょっと残念ですかね。これリバイブスピードってなんだ、蘇生のこと、うん、なんだこれ、ちょっとわかんないな。蘇生はないでしょそれは。でこれがね木製の敵ですね。アマルガム、アマルガム、ちょっと本当に発音しづらいな。まあ要するにこれはねコーパスとセンティエントが混ざった敵ってことですね。まあセンティエントの技術使ってくるんでしょうね。オスプレイとかもすごいね見た目はい、こんな感じで結構厄介そうな敵ですかね。そうやって切り替えるんだひどいな、モアの扱いがひどいな。まあこれもアマルガムの敵ですよね。新しい木製の敵ですよねコーパスと合体するときそうやってやるんだ。こいつとも戦えるのかな、ボスなのかな、こいつなんか結構でかい感じですからね。これが新しいコーパスの敵ですか。モアひどいなあ、まあでも結構厄介な敵ですかね。これなんかねヒットボックス、まあ当たり判定のところが結構難しそうですよね。なんか弾が結構通り抜けるっぽいので、ん、これあれか、大刀ですね。レベナントと来る予定だった近接武器なんですが、これモーション結構使いづらそうな感じがするな。これスタンスつけてこれなのかな。てか最初公開されてた時こんなモーションだったっけ、あれちょっと確認してみないと分かんないですね。こんなモーションじゃなかった気がするんだけどな。はい、といった感じで今回の情報はこんぐらいですかね。他にもねまだまだあったんですよ、細かい点としては。例えば壁走りモーションの改変とかも、あとアークイングの動きとかもちょっと変えるみたいですし、あとロータスのなんか UI のやつも追加するみたいですし、あとなんだっけ、フォーチュナの照明の方も変えるみたいですね。結構いろいろと細かいところは紹介されてたんですが、まあこれ綺麗だね、草原がとにかくかなり出来上がってますね。それでも若干まだ密度は少ないような気がするんですけれども、まあこういう風に綺麗に作ってくれるのはすごく嬉しいですかね。早いこと新しい敵とも戦ってみたいですよね。他にも早いこと報酬の方も聞きたいですよね。といった感じで、以上、安尾でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。